相手の維新陽気武道雑談、相手に誘いをかける。その誘いに乗ってきた相手を打つ、勝つ、これは非常に大事であるが、逆に相手の誘いに乗ると見せて乗らない、で相手に慌てさせたり隙を作ったりして相手を打つ、この誘い、非常に面白い。誘いをかける。相手の誘いに乗ると見せて、誘いに乗らない。面白い。これは皆さん、研究してください。肩にはない。実践形式で、それを試す以外ない。とにかく武道というものは基本で実技で戦う場合、心理的なものをいろいろその中に入れていく。例えば相手は二方向に注意をなかなか向けられない。人間は二方向に力を向けられない。それを分かっていて、二方向で攻撃をかけるとか、二方向で攻撃と防御をするとか、場合によったら三方向でやるとか、三つ同時だな。これも面白い。攻撃をする場合、また受けに回った場合も攻撃と受けを同時に行うとか、それとか相手を欺く、上に行くと見せて下に行く、下に行くと見せて上に行く、これも面白い。相手はどうしても見えにくいところがある。例えば相手の目を見とった場合、かなり広範囲には見えるんだろう。ちょっと足の先まで注意がいかない。だから足の先を狙う、足を狙う。とか、単なる技術でなくて、技術にさらに加えて工夫をする必要がある。力学なんかもかなり勉強して応用せんというか、応用する能力があればいろんな技が広がる、いろんな技に広がる。そういうふうにいろいろ武道するものを、僕は頭が必要なんじゃないかなと思う。それが教えられたことを繰り返し繰り返しやる、まあこれも大切であるが、ある段階から頭がいる、
新しい輪で、新しいやり方で勝とうと思えば頭がいる。だから頭の悪いやつは武道は弱い。頭の弱いやつは強いとすると、それではトラやライオンと同じで強いが、やはりどう言うたらいいかな、小さくても、年を取っていても、力がなかっても、武道がやれる。あるいは武道に強いのは、やはり頭の問題だと思う。若い時はがむしゃらだけでよい。しかし、私みたいに90ぐらいになったら、もう普通のやり方では通用しない。負ける。だから頭がいる。だから面白い。考えるから。